くん、わー、いい匂いです。ヘンゼルさん、今夜の献立は何にするんですか？キノコのシチューを作る予定だ。ルリア、好きだろ、キノコのシチュー。わー、楽しみです。教えてこよっと。料理担当として板についたな。世話になっている以上、ダンデの仕事をこなして良好な関係を築くのは当然のことだ。団長は無防備すぎるところがあるが、団を率いるだけの実力と人望を兼ね備えている。優秀な人間が有効的であるなら、一度しか使えないギアスを使わないに越したことはない。それより、お前も仕事をしろ。この解消なしめ、私の食いぶちもお前が稼いでみせろ。勝手な言い分ばかりだな。働かざる者食うべからずだぞ。知らせだぜ。今メカ兄ちゃんから手紙が来たんだけどよ。この前預けたエナジーフィラーってのに元気を貯める方法が分かったってよ。それは助かる。やはり電気は存在していたか。これでエナジーの補給の問題は解決されたな。これであの黒いデカボツも動かせるって言ってたよな。早く見てみたいぜ。でもあれって遠い空域で見つかった古代兵器なんですよね。危険じゃないんですか？心配しなくても大丈夫だ。あの巨人は俺とグレーテルしか動かせない。こんなすごそうなもんを持ってるってヘンゼルたちは何者なんだ？ただの流れ者だよ。俺たちの方こそ、この前団員の一人から聞いて気になっていたんだが、団長とルリアが命を共有しているというのはどういう意味なんだ？この旅が始まったきっかけでもあるんですけど、エルステから逃げ出した私を助けるときに一度命を落としてしまって。命を共有し一心同体になった二人、離れただけでもつながりが切れる可能性があるので一緒に旅をしている。命を助けた代償というわけか。おぼろげな命のあり方、それゆえに絆は。けど近くにいりゃどうってことねえし、ルリアは命の恩人だぜな。なるほどな。どうした？いや、何、団長とルリアが羨ましいと思ってな。私はお前に感謝されたことがあっただろうか。私だってお前と出会った日に命を救った恩人だろ。え、そうなんですか？ふん、お前とは契約した関係だ。感謝し合う関係ではあるまい。一人前の男なら日頃の感謝の言葉一つぐらい女に送るべきだ、ガキめ。すまんね、ガキなもので。
なら、お前こそ日頃身の回りの世話をしてやっている俺に感謝を送るべきじゃないか。不思議な感じですけど、ヘンゼルさんとグレーテルさん信頼し合ってるんですね。でもただの仲良しって感じじゃねえし、どういう関係なのかオイラはちょっと気になるな。そういや、そろそろ昼になるし、船に戻る前に飯にするか。ヘンゼルは何か食べたいもんあるか？そうだななあ、ピザってあるのか？え？ピザですか？ああ、グレーテルのやつの好物なんだ。小麦粉に水と調味料を加えて発酵させた生地に具材を乗せて釜で焼いた料理なんだが。変わった名前の食い物だな。オイラは見たことないな。ルリアは？ピザかどうかわかりませんが、向こうの通りでそういった料理を出してるお店を見ましたよ。そこに行ってみませんか？ああ、そうしよう。ヘンゼルさんって優しいんですね。ん？どうしてだ？グレーテルさんにお土産を買って帰るつもりなんですよね。さあな。出前行ってきます。ヘンゼルの知り合いか？ああ、やはりカレンもこちらに飛ばされていたか。今の俺はゼロではなく、偶然あの場に居合わせて転移に巻き込まれたルルーシュ。そうならばカレン、本当にカレンシュタットフェルトなのか？俺、こんなわけのわからない世界に飛ばされて、でも、よかった。お前と会えて。ルルーシュ。カレン？どうかしたの？あ、ごめんなさい。出前すぐに行ってきます。もしかして異世界のお友達？会えてよかったじゃない。だったら出前は私が代わってあげる。中にご案内して、ゆっくりお話しなさいな。それじゃあお店が。兄さんがいるから大丈夫よ。たまには甘えてちょうだい。カレンはこの店で働いているのか？行く当てなくて住み込みで働かせてもらっていたの。それよりもなんであんたがここに？わからない。生徒会の買い出しで横浜疎開まで行っていたら突然戦闘が起きて、そうしたら白い光が広がって。そうなんだ。あんたもあの白い光に巻き込まれて。なあ、水を差すようで悪いんだけど、異世界って何のことだ？それにルルーシュって誰だ？お前ヘンゼルじゃねえのか？うわっ、しゃべった！って異世界だからそれぐらいは当たり前か。ルルーシュから聞いてないの？異世界から来たなんて言ったら驚くだろうし、素性は隠しておいた方がいいと思って偽名を名乗っていたんだ。それじゃあヘンゼルさん、あ、いえ、ルルーシュさんは異世界の人なんですね。ああ、騙したようですまない。変わったやつだと思ってたけど、そういうことだったのか。ってことはグ
なんかやべえ感じだぜ。俺らたちも行くぞ。あなたたちはおかみさんをお願い。私はあの仮面のやつを追う。待て、彼。はあ、二人とも危ないですよ。おい、大丈夫か。しっかりしろ。ごめんね、兄さん。なんでこんなことに。誰が妹にこんなことを。彼は。カレンさんは犯人を追って行ってしまいました。そんなんて危険な真似を。姉ちゃんのことはオイラたちに任せろ。おちゃんはとにかく病院に行ってくれ。ああ頼んだよ。ゼロなら弱いものを襲ったりはしない。カレン、一人だと危険だ。あいつの目的がわからない以上。天使様の予想は的中していたようだ。ベリーソビブリタムや、いやゼロ、貴様を待っていた。何？俺は知っている。こいつはゼロの正体を。写真家ナナリ。ナナリが。何の真似だ。ナナリをどうするつもりだ。それはお前次第。いました。犯人も一緒です。絶対に許さねえ。畳みかけるぞ。あんな場所までどうやって。この気配、どうして星小獣が。あんなところに小型機関艇を隠してやがった。はい、今ならグランサイファーで追いつけるかもしれません。逃してたまるか。